レース宮島のオール女子戦ジャパンネット銀行プリンセスカップ迎えたカードはいよいよ第12レース最終決戦優勝戦です。対戦メンバーは1号艇京都水口幸、2号艇三重柿内清美、3号艇静岡池田博美、4号艇兵庫中谷智子、5号艇は群馬から土屋千秋、6号艇岡山佐藤幸子、以上6選手の対戦です。さあゆっくりとインコースに向かいます。人気を集めてのイン戦は1号艇の水口幸、どの足も納得の自慢の仕上がり、弦のいい水面で今年初 V へ視界良好、水口のイン戦。2コースは2号艇の柿内清美、頼れる出足を中心にこちらも100点満点の仕上がり、あとはスタートに集中。3コース3号艇池田博美は序盤からは見違える足に仕上げて、リズムもムードも知り上がり。4コーススローで4号艇中谷智子、唯一オール3連帯キープの抜群の安定感、もちろん優勝の狙える仕上がり。角は5コース、本番は6号艇の佐藤幸子、自分なりの納得の仕上がりでマイペースの一層入魂。6コースは5号艇土屋千秋、部品を変えプロペラ変えて元の足にさえ戻っていればチャンスは十分。4対2の優勝戦、進入インコースから1番2番3番4番6番5番でスタートしました。インからは1号艇わずかにセンター勢、3号艇4号艇若干覗いています。1周1マーク、ここは逃げていく1号艇の水口に3号艇池田の付け前は及ばず、内からは2号艇がついてきてバック側でありますが先前決めて先頭は独走、1号艇の水口幸、2番手2号艇の柿内、3番手3号艇池田が追走、その後ろに5号艇6号艇4号艇スタートは正常でした。1周2マーク、トップ旋回1号艇水口で内から5号艇をつける、2号艇が包んで3号艇が刺してホーム側へと戻ります。先頭抜け出しました5艇真のリードは1号艇水口、2番手2号艇の柿内、3番手に3号艇池田が追走の1・2・3。レースは2周目に入っていまして、これから1マーク、トップは1号艇水口がクリアして、2番手から2号艇の柿内が続く、3番手でもある3号艇池田がこもっとっとっと波にかかってバランス崩した、その隙に外を握った5号艇土屋が3番手に上がりました。上位体系変わって1・2・5、縦に長くなりまして4番手6号艇佐藤、5番手4号艇中谷、最高峰まで交代したのが3号艇池田となりまして、2周の2マークからホーム側、トップは人気に応えて1号艇の水口幸、2番手は2号艇の柿内幸読み、3番手5号艇土屋千秋の上位体系、1番2番5番で体勢固まってレースは最終周回に入っています。このレースはインからトップスタート、危なげなく堂々と押し切ってみせました。1号艇水口がトップ、2番手2号艇の柿内、3番手は道中逆転5号艇土屋で、上位体系は1番2番5番です。これで今年の初優勝、そして通算では4回目の優勝となります。弦のいいこの宮島プール、先頭でラストターンマーク、トップは1号艇水口幸、2番手2号艇の柿内、3番手5号艇土屋で、上位体系は1番2番5番です。第12レース先頭1番水口ゴールイン優勝、2番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、ラストで3番がゴールイン。確定1着1番2着2番3着5番。